こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2020年の9月3日、6時44分ですね。はい、今からですね、エポックが214から215に、切り替わりますね。はい、あと20秒後ぐらいです。で、そうすると、リーチもね、変わるので、それも見ていきたいと思います。はい、こちらがね、リーチが変わると、このね、24% っていうのが 26% かな、次変わりますね。もうあと10秒ぐらいかな、そこの瞬間をね、ちょっと今回は撮りたいなと思います。で、だんだん、ステークプールのね、ブロック生成する割合が増えていくということですね。何秒だろう。そろそろかな。24%。あれ、変わんないかな。あ、変わりましたね。はい、今24から26になりました。はい、ちょっとこの瞬間をね、撮ってみたいなと思いました。はい、で、もちろんエポックの方は215からね、214から215に変わって、はい、すでにスロットはね、これもうすでに53と。で、こっちはまた残りね、5日間のインターバルですので、残り4日と23時間58分という感じで、変わりましたので、まあ、記録としてね、取っておきましたし、リーチがね、だんだん変わっていくっていうイメージがね、こちらでも確認できればなというふうに、思います。はい、では以上になります。失礼いたします。